マニラでの楽しい時間も終わって今からバギオに帰るんですけど、前々から疑問だったのがジョイバスでどうやって帰るんだろうっていう疑問で、今回あえてクバオにあるジョイバスの乗り場に来てみました。で、夜だともう今はね、夜中の今12時過ぎでこんな感じです。で、こっから僕は12時半のバスに乗ってセブンに帰ることができます。でもね、なんかなんだろう、たまたまね、今回こう友達にサポートしてもらって、タガログ語が喋れる子で、フィリピン人なんでね、でその子にチケット買ってもらったから、うまく12時半のチケットとかの買えたんだけど、なんとなく英語だけで結構こう嫌がらせじゃないけど、そういうのもあるかもね。僕もね、最初2時半のバスしかないって言われて、で、いやもう仕方ないからそれ待つよみたいな感じだったら、いきなり、いや本当は12時もあるよみたいな感じで、なんかちょっと、いやわかんねえ、たまたまかもしんねえ、ねえ、わかんないです。たまたまかもしれないし、僕の勘違いかもしれないけど、なんか結構ハードルが高い気はちょっとしてます。で、ちなみにこの後ろに見えてるこの道ね、この道をこっち側、向こう側にずっと歩いていったら、クバオの、ビクトリーライナーのバスターミナルなんかもあるんで、うまくこう使い分けることができると、まあバスの予約とかせずにマニラから夜中にバギオに帰ることが簡単にできます。ちなみに入り口から入ってきて、まあ、ミスドの看板がちょうど分かりやすいのかな、この入り口から入ってきて、ずっとこっち側歩いてきて、そこにあるここが事務所ですね。ここでチケットの購入ができます。あとね、実際バスが止まるのは、今ここにバス止まってるじゃないですか、ここを左側に曲がったらもう一つと同じような場所があるんですよ。そこにバスは止まるらしいんで、そこで待っててくださいって言われました。バス停の雰囲気はこんな感じで、割とローカルな感じです。ジョイバスはなんかバスのクオリティがすごい高くて、日本のバスよりもなんかすごいいい感じです。ブランケットとかも貸してもらえるしね。じゃあまた明日の朝バギオで会いましょう。おやすみなさい。すごいジョジョイバス、なんと4時間かからずに着いちゃいましたね、バギオまで。タクシーもね、反対側にすぐ待ってて、なんとジョイバスで夜中移動だと4時間かけずにバギオまで来れます。